あなた何様ゆりこ様、本日もポチッとありがとうございます。皆様本日も家事育児お疲れ様でございます。はい、ということで本日はですね、何の動画を撮っていたいかと言いますと、娘の100日記念の写真を撮っていきたいと思います。実際ね、この撮影今からするんですけど、今の時点では何日なんだ、今の時点ではもうさ、トツキ動画アプリをさ、昔はさ、妊娠中はさ、超さ、もう毎日のようにさ見てたけどさ、全く出産してから全く見なくなった。89、明日で90日だね。ということでまだ実際には100日経ってないんですけど、100日の時に写真をあげたいと思っているので、レンタルのものが家に届いたので、ちょっと準備していきたいと思います。まずね、壁もなんか白壁の方がいいかなと思うので、ちょっと荷物の整頓をしたいと思います。はい、ということでですね、なんかめちゃくちゃでっかい段ボールが届きました。こちらのレンタルセットが入っているので、開封して準備をしていきたいと思います。これが頭の飾りかな、娘の頭の飾り、娘の洋服、あ、すごい丁寧にこういう風になってるね。で、いろんなこのリースとかプチプチに包んでありますね。で、これがレフ板とかだね、撮影用。これは木の机。いいよ。なるべくこの通りに撮っていったらいいのか。ちょっと準備やっていこう。まず何を着せたいかだよね。机の上を準備していく。すげえ、エビすごい、お席やたい、お味噌汁、これがマジで理想的すぎる。これが理想。2024、よいしょ、ここに赤ちゃんとみたいな。見て、何やってる？素敵だね。決まりました。どうですか？頭にお花つけちゃって。じゃあ写真を撮っていきたいと思います。シワがいかないように、よいしょ。ということで第2弾、クマちゃんになりました。第2弾のクマちゃんということで、クマ
ダメだった？ダメだったか。またにしようね。はい、ミルク休憩です。モデルさん、ミルク休憩入ります。ミルク休憩入ります。モデルさん、ミルク休憩入らないとやっぱりやっていけないですよね、撮影はね。モデルの仕事って結構大変だし、間にミルク挟まないとやっていけないですよね。はい、ということで、一旦ミルク休憩を挟まないとちょっとご機嫌が治らないので挟みます。はい、ということで本日は娘っちの100日のお写真を撮ってみたという動画でした。皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんも100日ねお食い初めって言ってね、これから食に困らないっていうねためだよね、確かね。そう、またうんちした。機嫌いい時うんちしてんだけど。ということで、皆さん本日も最後まで動画を見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく。どうだった、初めてのモデルさん、こんなにお着替えしたの初めてなんじゃないね。すごくとてもいい記念になったので、ぜひ皆さんもやってみてくださいね。またね。かわいいよ。う、紐がちょっとついちゃった。あー、いいね、いいね。かわいいじゃん。かわいい、かわいい。いいね。